はい、マックスです。うっちーです。たくぼーです。はい、今日もたくぼー来てくれました。たくぼー、今日のテーマは強豪校は絶対できる勝つ戦略、聖クロス展開からの得点パターン。イエーイ。展開練習ですね。結構見て強くなるソフトテニス塾の視聴者のコメント欄ですね、展開練習を教えてほしい、はい、聖クロス展開からの得点パターンだったり前衛のポジションだったりとか、そういうのをもっと知りたいよっていう指導者の方結構いらっしゃるので、その悩みを今回解決させてもらう動画を撮っていきたいと思います。中学生とかでもね、結構展開のパターンというか練習をして形を覚えたりするっていうのはやっていくと思いますので、それをやっていきましょう。今日は聖クロス展開からの得点パターンということで、それをチームコーチに教えてもらいたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、こちらです。今やっている展開練習は後衛サーブ、後衛のレシーブの展開からになります。後衛がセカンドサーブを打って相手が攻めてきて、それを1本しのいでからですね、展開をするという守りと攻めがメリハリがある練習になります。はい、やっぱりですね、本来試合になった時にはこうファーストを全部入れたいんですが、どうしても入らなくてセカンドレシーブになってしまうということはいっぱいあるのかなと思います。そういった時にですね、しっかりセカンドレシーブでも失点をしないで守りきることができれば、自分たちにすごく余裕ができるようになるので、センターを攻められることあると思うんですが、その時にこう今みたいにアウトしてしまうとすごくもったいないので、センター攻められたバックもしっかり後衛前に近くですね、ロブで返してあげれば、この次のボール攻めれるっていう感じになるので、なのでですね、そのポイントをやってみてもらえたらと思います。はい、イエーイ。はい、ソフトテニスはですね、やはり攻めと守りというのがですね、すごく早く変わる競技です。攻めだと思ったら守りになるし、守りだと思ったら攻めだし、ボール1球1球でですね、結構攻めと守りが変わってくるんですが、こうやはり自分の中でこのボールは攻めだ、このボールは守りだというようにですね、しっかりメリハリをつけてあげるっていうのが勝っていく上ですごく大事になるので、なので守るときにはしっかり守って、攻めるようになったときにはしっかり攻めるようにしてあげてください。もしですね、その攻めと守りがちぐはぐ逆になってしまうと、それはですね、無茶というやつです。勇気のある攻めではなくて、ただ無茶して打っているだけっていう話になるので、それはですね、やっぱりなかなか勝ちにくいので、攻めと守りっていうのをメリハリをつけて打ってみてください。はい、で今やってる2つ目はですね、クロスからボールが来て、クロスに後衛がもう一人ボール打ちます。でそれを前衛がポーチに行ってからの展開になります。なのでこれはですね、後衛は決め打ちでミスしないでしっかりクロスに打つ練習で、もう一人の後衛は、しっかりですね、フォローをしてあげるというところになります。これはですね、あまりラリーが続かないかなとは思うんですけれど、やっぱりショートテニスもですね、相手前衛にボレーされるっていうことはですね、いっぱいあるかなと思うんですけれど、そのボレーされてしまって一発で決められてしまうだけだとやっぱりきついので、そうではなくてまずフォローをしてなんとかラリーにつなげれるような練習になるので、こうですね、いいボレー来ちゃうともうどうしても決められちゃうんですけれど、なんとかですね、こうなんとかですね、こうフォローしながら頑張ってこうやってフォローして1本でも多く返すっていうのがやっぱり大事になるので、1本でも多く返して頑張ってください。そうですね、こういう時に取りたいですよね。今の時欲しいです。これは取れない。ナイス。いいモレーだ。行き過ぎた。
今のようにフォロー行こうと思って走ってもですね、こう先端に来たらいけないっていうのもあるのですが、まあ、今日はあの相手がフォローする方向にしっかり走ってあげるっていうのは大事になるので、はい、あの走り切るっていうのが大事になるのでぜひやってみてください。フォローも練習になるので、こういった感じですね、フォロー練習をちゃんとやってれば試合でもできるようになるんですが、なんかフォローの練習ってあまりやらないんですよね。ボレーの練習はするけどフォローの練習はあまりしないので、なのでフォローボールの一つの技術なので普段の練習からやるようにしてください。次はですね、今と同じでクロスに来たのを次はストレートに行ってバックボレー、そこの後の展開からになります。やめよー、できない。はい、おーやらー、次やー、よいしょー、この時ですね、後衛はただの一本打ちなんですけれど、意外にですね、ボール入らないんですよ。やっぱりコースを変えるってすごく難しくて、でその練習にもなりますし、でコースが甘いと全員決められる、できついコースに打つとミスが出るっていうですね、そういったところにつながってくるので、まあ、しっかりですね、コントロールよく打って、あのなるべくフォローできるように頑張ってください。はい、ナイス。やっぱり相手陣もですね、ここに来るっていうのが分かってるので、ボレーの質もですね、やっぱり高い、うわー、ナイスボレー。質の高いボレーが返ってくるようにはなるので、それをですね、フォローすることができれば、どんなボールでも、試合の時はですね、もっと軽いボールが返ってくる確率が高いので、なので、そういった実際の試合よりも、あの高いカードの練習をすることで本番の試合でもできるようになってくるので、やられましたね。やべえ、天気やべえ、これを見ていくとやっぱりその本番の中でですね、ストレートにいつでも打つ感覚っていうのもですね、養うことができるので、でなんかこう、あの、こうやってボール取られるの嫌だって思うかもしれないんですが、このフォロー練習でしっかりフォローすることさえできれば、あの、怖くないんですよね。相手にボールをされても、走ればフォローできるじゃんっていう感じになれば、自信を持って打つようになれるので、なので、こういったフォロー練習をどん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 取り入れていって、フットワーク力も上げていってください。うわぁ !1-1!1-1 です!ラスト3本勝負ですね。うわぁ!よし!マッチー!さあ、ここ行くぞ!あぁ!待って、なんで?ごめん。いや、いや、お前。この試合、あの練習の最後のですね、試合に近づけるためにこういったデュース0-0から勝負仕掛けていくっていうのは、ね、結構メンタルも鍛えられるので面白いかなと思います。よし、はいはいはい、メンタルクリアオール、はい、こういうこと、よし、はいはい、はい、はい、こういった感じで練習の最後にも勝負を入れてですね、メンタルを伝えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりなんだろう、悩んでました。あ、こっち行くか、そうそう、タイミングがなんかこう、うんうんうんってなっていくから、はい、やっぱパーンって当たりが出なくなるんで、はい、やっぱ展開練習やるとき大事ですね。そうです、やっぱり普段の練習だともうタイミング決まってるんで自分で好きにできるんですけど、そうですね、やっぱり対戦形式になると相手がこうリズム外されたりとかしてより本番に近づくので、うん、やっぱりこういうのは定期的に入れて、こう決められたプレーだけじゃなくて相手にこう合わせる柔軟なプレーも必要ですね。タクボーも最後プレッシャーかかったんで、はい、
緊張したでしょ。ちょ入れなきゃってね。永遠に待ってなったんですね。展開練習を皆さん、はい、取り入れてみてください。また練習とかやっててこうどういう練習メニューがいいんだろうとか、展開練習やっててうまくいかないんだよっていう、こういろんな細かい相談したいよっていう方は、はい、大好評オンライン塾の方に入塾していただけるといろいろアドバイスできるかと思いますので、はい、ぜひ番組下概要欄の方もチェックしてみてください。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。